慣習で人々の食への権利が脅かされています。多国籍企業による種の独占、食のシステムの支配、ラテンアメリカでモンサント法案と戦う小農民や先住民族、市民、消費者たち。私たちは男も女もみんなトウモロコシの子供です。種を守る戦い、そして種子バンクやアグロエコロジーなど、種を次世代に受け継ぐための対案が実践されています。日本では2018年4月、主要農作物種子法が廃止されました。公共の種が民間企業の種に変われば、種の自由、食の自由は消えてしまいます。種は誰のものなのでしょうか。どうやって次世代に受け継いでいけばいいのでしょうか。私たちの種、農業、食、そして社会の在り方を問い直します。第2部解説編では、飯訳智也さんが日本の種子法廃止についても詳しくご紹介します。衆参両院でわずか5時間ずつというスピード審議で廃止が決められてしまいました。ドキュメンタリー映画、種、みんなのもの、それとも企業の所有物、絶賛発売中です。